吉田さん、私もね、新聞読んでるんですよ。ただし、普通の新聞じゃなくて、この地域に配られる無料の新聞です。ここにはね、インターネットに載ってない情報っていうのがあるんで、これはこれで面白いんですよ。まあ、例えばね、どんなものがあるかというと、そうですね。チラシが多いな。まあ、私の好きなコーナーはね、読者の投稿のコーナーなんですよ。今回ないですね。あのほら、子供が誕生日になったらハッピーバースデーって言うからね、それをまとめてくださってるページがあるんですけど、今回ないですね。誰も投稿してない。で、私の場合は投稿欄があったら結構ね、投稿するんですよ。投稿して大体掲載されるんですよね。こういった地域紙ってのはネタに飢えてますから、あの読者さんが投稿してくれるのが何よりも楽でありがたいんですよ。はい、ちょっとないですね。うん、ないんだけど、投稿して採用されるじゃないですか。そしたら採用されたことをスクリーンショットを撮って紹介するんですよ。新聞に載りましたっつってからね。まあそういうことが増えていくと、わ、久保さん新聞に結構載るんですねみたいになるわけなんですよ。まあそういうね、せこいバイアスをかけていくのもメディアの利用の仕方かなと思います。まあ、新聞だっていろいろありますからね。あ、ちなみにね、私の知っている、あの、小中学生のモデルさんで、こういった塾のチラシに載る人っているんですよ。で、こういうのもこの人の実績になりますよね。これだからタレントさんでも何でもなくって、タレントを目指している地域の方がこうやってちょびっとね、出させてもらうっていう例があるわけですよ。でもこういうのに載ったらちょっとね、嬉しいですよね。うん、まあもしかしたらこのなんとか塾から多少のギャラも入ってるのかもしれないですね。まあ、ということで今日も始めていきましょうか。じゃあ行ってきます。